パイク女子チャンネル。皆さんどうもこんにちは、パピプペパルパル、どうもパルパルです。今回のバイク女子チャンネルは北海道ツーリング2020。人生ね、1回しかないしさ、人生は多分短くはないんだけど、年取る前に。最後までご視聴いただけると嬉しいです。チャンネル登録とコメントと高評価もお待ちしております。それではスタート。撮れてるかな。久々に2日ぶりにインスタ360使ったボタンの使い方忘れてた。さて今日はですね、めちゃくちゃ快晴ですごい暑いぐらいな感じに多分なってます。久々にエンジンかけるけど大丈夫だった。ちょっと発進まで本当は温めたいんだよな。まあ、でもうるさいから行くか。色々ちゃんと閉めてるかな。よいしょ。今下部の女性の人が来たな、一人で。わ、なんか気持ちいいけど、ムッシーがすごそうだぞ今日は。カ柱がやばそう。うわー、すごい。ここ来た時さ、めっちゃ曇ってたからさ、これはね、こういう超晴れて気持ちがいい日はカブでトコトコ走るのすごいいいね。私もそういうのやりたいな。さすがにちょっと北海道一周カブするのはちょっとあれだけど、これはなんかやってんのかな。なんかわ、蝶々ね、引き殺したくないんだけど。今もう30キロも出ないぐらいでトコトコ走ってる。もうカブより遅いよ今。いや、こんなね気持ちのいいところをなんかピューって行っちゃったらちょっともったいないなみたいな感じがするから。相変わらず今日も垂れ目になってるでしょこれ。すっごい下がるのよ、もうメットがすごい垂れ目になるんだよね。横は合ってるんだけどさ、縦がちっちゃくて、こう縦がちっちゃいから下がってきちゃう。調整してほしいな。うわー、すごい綺麗だよこれは。最高の日和ですね。いやー、ラストにふさわしい。まあラスト明日帰りなんだけど、まあ今日泊まるのはね、ちょっとムッシー出てきたから閉めるわ。ラストなので、いやー、これはラストにふさわしい晴れ間です。なんか本州の方はやっぱりジメジメしてて大変みたいだけど、帰るときは一応雨降らないんじゃないかな。カッパも一応洗ったんですよ。洗ってまあ簡単に洗って、汚すごい汚れたところだけとか、足のあたりに来るところとかはすごい汚れるんで。なんかちょこちょこ止まってるんだけど、みんななんか中入ってなんか撮ってるのかな。まあっていうことでね。あ、で今日は熊牧場、登別熊牧場というなんか不思議なところに、名前のだけ聞くと熊が牧場にいるんだみたいな不思議なところに行ってみようと思います。でなんかジンギスカンとかお昼ある、そこであるみたいなんでちょっと食べて、まあ、一人で食べれるといいんだけどね、一人で食べさせてくれない時もあるから食べて、その後ちょっと何かな、あ、その後ですね、編集作業をしなきゃいけないので、まあ早めに旅館の方に行ってですね、バイバーイ。こ
高校やっぱ行く人は丸駒温泉旅館に行くのかな。また車止まってる。みんな何してるんだろう、超気になるんだ。教えてほしい。なんかいいことがあるのかな。まさか熊狩りとかしてない。でもここの辺さ、熊注意って看板全然ないんだよね。あと丸駒温泉旅館はすごいですね。なんか説明見たら自家発電で重油で発電していると書いてありました。あれはすごい。創業100年とか、創業100年とかもう信じられない。信じられないっていうか、もうどういうことですかって。すごいよね本当。はい、で札幌にも行けるんですけど、この道は、右方向に行って、今日はもうあのですね、苫小牧になるべく近づくように行きたいと思います。はい、いいですよ、皆さん行ってください。こっち泊まれなんで、どんどん行ってください。私急いでませんので、今日はもうのんびり走れます。はい一日、丸一日あの宿にいて、まあ、休憩っていうか、まあ、編集してたんですけど休憩できたので、かなりあのいい感じに体もちょっと戻ってきて嬉しい限りなので、今日はあのこうね、のんびりとゆったり乗っていく余裕がちょっとありそうな気がしますこの後暑さでへばるかもしれないけど、まだね森の中だからそんなにこう気温的には高くもないし、まあね、日が当たるところはね暑いんですよ、こういう。バイバーイ。あれだ、今刀だったね、前のね、昔の。こういう感じでですね、あのここのこういう木陰は超涼しいです。もうあの関東だと多分木陰行ってもあのなんていうの、このさ、なんていうの、この急に、あ、湿度ね、急に、あ、なんかその駐車場、あ、ここお土産屋さんみたいななんだね。その湿度がさ高いからさ、うわーすごい綺麗。これさ湖側に泊まれるとこがね、写真撮れるとこがないのがちょっと悲しいよ、ね、こんな綺麗なの。まあだからあの湿度がね高いくないんですよ北海道。なのですごいそれが気持ちがいいです。ここさカメラポイントなんだけどさ、ここを止めてもねえあれだよね、結構離れて望遠で撮れないといけないけど撮れないしみたいな感じになります。どうせならこっちの湖側にせり出しててほしい。まあそうすると土盛らないといけないから難しかったのかな。すごー最高、これは最高だ。もうほぼ毎日雨の日以外行ってる気がするけど、もう雲一つない青空と言っても過言ではない。この青空、湖素晴らしいですね。まさかこんなことが、こんなところに来れる日が来ようとは、はい、思ってもいませんでした。多分私10代とかの私に聞かせたらもうみたいな、あなた将来一人でバイクに乗ってそんな北海道とか行ってツーリングみたいなしてるのみたいな、もう多分ね想像もしてないと思いますね 10代の私は。お、またバイクの人来たな。バイバーイ。なので想像もしてないと思いますので、あのはいね、ちょっとドラえもんがいたら戻って戻って言ってみたいよね。なんか私今こんなことしてるよみたいな。あなただからなんかさ若い頃とかってさ結構さ、何止まるの、どうする、何若い頃とかってさ結構さ、うわーテトラポットに降りてってる。あの心配事っていうかさね、いろいろ。バイバーイ。あ、めっちゃ湖見てて全然見られてなかった。あのねえ、いろいろ気になったりとかありますけど、まあね年取ったらこんな感じで
まあ大丈夫だよみたいなね、ことをちょっと若い私に言ってあげたい。まあそのね時があったからこそ今があるんだと思いますけども、でもね、まあ、若い時って必要以上にね、こうなんかセンシティブな感じというかなったりとかしたりすると思うので、できればねこう安定して過ごせるように、未来の自分がちょっと言ってあげたいなみたいな思いますね。そういうね、なんかこうマシーンができたら幸せなのかな、どうなんだろう。将来犯罪者になってる人とかだったらどうなんだろう、俺今犯罪者になってるぞみたいなことになっちゃうかもしれないからね。まあだからいいとも悪いとも言えないけど、まあ私は言ってあげたらなんかちょっと気休め程度にもなるなぁとは思うなぁ。こういうことをさ、なんか一人で、まあ今撮ってるからこういう風に口に出して喋ってるけど、まあ、こういうことをこう一人でねつらつらとツーリングしながらこう考えたりとか、まあ、するのもね私は好きですね。はい、それが結構好きだ。なんかね普段やっぱり家にいたりこう都心にいたりするだけではなんかたどり着かないものというか、うん、あ、またなんか泣けてきた。もう今回何回泣いてるのっていうぐらい泣いてるんだけど。ああ、なんかそのたどり着かないね、そういうところも狭い、まあ道も道というかね、うん、まあ回り道してこその人生というか、うん、まためっちゃ泣けてきた。なんなのこの人、なんでさ前の車に釣られるの、え、何ウインカー出さないし怖っ。まあね、もうせっかくいい話だ